マッティとガンゴちゃんのオソドロゴスイエーイオソドロゴス第1回今日の企画は、はい、10月から、発売の新商品蒸し器を使って蒸し料理をしていきます。イエーイそれでは、いってみよう。じゃあ第1回なのでご紹介していきたいと思います。じゃあ私から、はい、お願いします。2年目の、がんこちゃんです。でがんこちゃんがんこちゃんで、普段は、法人営業の仕事をしていて、今回ちょっと YouTube やろうと思ったきっかけが、社内公募がありまして、でちょっと私がちょっと入社した結構大きな理由っていうのが、どっちゃんさんが結構憧れて、うんうん、でちょっと社内公募あったんで、はいっていう風に実行をして、ちょっと上長の方にもチームの方にも応援してもらったんで、やらせてもらうことになりました。バーです。じゃあマッティ。はい、マッティです。5年目です。おお、がんこちゃんの意外と3個目で、普段は販売促進の仕事してるんで、ハセさんとかと TikTok 撮ったりとか、あと X もやってます、はい、です。はい、はい、あ、そう、マッティツイートハッシュタグマッティマッティツイート、はい、やってます、やってます。これが今日使う新商品の蒸し器です。10月10日から発売の新商品です。かっこいい、おー。で、この蒸し器はなんと上を外すとフライパーンとして使えます。フライパーンとして使えます。なんで蒸し料理と焼き料理 2way で楽しめる超万能な調理器具です。です。実際に使って料理していきたいと思います。私はちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そういえば不器用でした。私は蒸しそばを作っていきたいなと思います。はい、蒸しそばは、ここの蒸し器にちょっとせいろみたいな感じでクッキングシート引いて、麺を蒸したらもちもちになるっていうのを見たので作ってみたいと思います。はい、マッティは。私はドーナツ。見たわかります、見たわかります。1個は蒸して、もう1個は焼いて、ちょっと噂の焼きドーナツにしようかなって思ってます。はい、私の食材たちです。フライパン使いたかったので目玉焼きも乗せていこうかなと思ってます。はい、マッティの蒸し料理たちです。出来上がったドーナツを蒸したり焼いたりしていきます。です。いきますか。うん、乗せます。で、私は水を入れます。で、乗せて、このドーナツを投入。なんか絵面地味。いいですね。いや、なんかすごいリッチな感じします。で、蓋します。はい、はい、10分待ちます。はい、また会おうね。もう終わりですか。終わり。あった。10分待つだけ。めっちゃ簡単。めっちゃ簡単。じゃあ私ちゃんと作っていきます。ちゃんととか言っちゃう。まあまあね。で、豚バラ。これで結構もう完成みたいなとこありますか。モダン焼き言うたし誰ですか今。はい、蒸しそばです。はい、蒸しそばです。もう麺見えないです。完成です。でこれを蓋して蒸していきたいと思います。塩コショウでどんなもんなんですか。シャミでやるって。OK。待ち。はい。じゃあ10分待ってる間に。2。はい。
第一印象。第一印象。私でもめっちゃ覚えてますよ。ほんまに？いやだってまず一番初めに入社した時に話しかけてくれた、うん、あの社員さんが、うん、あ初めて喋りかけてくれた社員さんがマッキーやったんですよ。ほんまに？そう、あのなんか新入社員の歓迎会、歓迎会で、あの、めっちゃ気まずい顔してる。SN な横に来てくれた。これ神みたいな言ってくれた。そうそうそうや。なんか初めての後輩やったから、なんかあ。やばい、後輩ってどうしていいんやろみたいな、いつも言ってごめんなさい、なんか後輩の方がなんかどしっと構えて、なんか緊張したやばい、あ、皆さん行けますかって聞いたら行けますみんなバリ落ち着いてでもちゃんと初めて喋ったのは多分その瞬間じゃない？あ、そうそうです、そうです。なんかちゃんと喋ったらあれみたいな、新卒前から知り合いやったっけあ、でもそれはめっちゃ分かります。思った。だってなんか初めて会った感じせんかった、こういう感じの時からあの初めて会った感じせなかったなんかそうやんな、うん、あれ後輩感もなかった、うん、参考した感マジでない友達なんか態度でかいやつみたいなはい、おーすごっ、おー、蒸されてそう、蒸されてそう蒸されてるか、あ、美味しそう、めっちゃもちってそう、めっちゃもちもちそう、あ、かけてる、美味しそう、めっちゃ美味しそう、この白いやつかけてよ、あ、はい、なんかすいません、めっちゃいい匂い、え、めっちゃいいやん、うわ、うわ、美味しそう、ごめんなさい、よいしょ言っちゃった、え、いけてる、あ、ちゃんとバラさへんから、ここ、このまま塊になって思った。めちゃくちゃくちゃ。横着。横着。大型。そうかな。いけてる？いけてる？はい。誰か分からへん。はい、やりすぎた？なんか元気な、元気ない。元気ない。絞んないかも。元気な。え、もう混ぜるだけでいいんじゃん、美味しそう、美味しそうですね、いいよ、なんかめっちゃヘルシーそう、わからんけど、あ、油使ってないもんな、確かに、の、はい、焼きます、ドーナツ、そのなんかジュー、お、いい音これのコツは、うん、ずっと回し続けることなんです。へえー、大変一言取れたうまい、いきまーす、あ、まだいける、うわ、焦げた、ガチャいかにして、ごめんなさい、炒め物、やばい、え、なんだ、人生初の目玉焼きを焼きそばに染めさせていただいて、お、美味しそう、完成、え、美味しそう、いいじゃないですか、うまくできてるやん、めちゃくちゃいいやん、これ、ね、虫だ、ね、虫だ、ほらヘナヘナになっちゃったなんか良さ冷えたなって、なんか年いった感じすごいんやけど完成しました、こっちが蒸しでこっちが焼きで、これは焼いたけど、焼いたけどなんか分裂してドーナツになっちゃったまあ食べたらね分からんから、まだ美味しいか、はい、私のは美味しそうですね、いただきます、合ってます、食べ方、え、合ってるよ、男食いみたいな感じやな、虫虫からいただき、あ、おいしい、そう、違う、焼きと、え、ちゃいます、ちゃいます、なんか、うん、蒸してるから、うん、なんか野菜の甘いのがあ、はいはいはい、より引き立って美味しい、開けた時キャベツの匂いめっちゃしたもんね、うん、麺ももちもちです、マジで、すげえな、結構ちゃんとうまいやん、食レポ自分でやばやば
もっちもっち。食べてみて。ちょっと待ってください、麺入ってるんです。普通のより全然めっちゃもちもち。もちもちで感想ないもちもちじゃない。あ、おいしい。なあ、うん、もちてるよな。もちもち。カリカリ。お、これ食べたかったですよね。本当？あ、めっちゃおいしい。反応全然ちゃう。成功。うん。ハイライト。うまい。めっちゃおいしい。美味しい、こっちも。いいですね。うん、野菜の言ってる意味がめっちゃわかる。なんか甘いですよね、うん、野菜がほんまに甘い。マジで甘い。まあ、結果成功ということで、うん、なんか蒸し器のおすすめレシピだったらぜひ教えてください。教えてください。もう無難に餃子も小籠包も絶対美味しいから、うん、やってみたいですね、それはそれで、うん、ちゃんな。ちなみに、はい、この蒸し器の、うん、この穴、これを湯切りのザルとして使えるんで。ああ、めっちゃ便利。そうだから、なんかパスタ茹でて、うん、これで水切って、ここでペペロンチーノ作る。フライパンで。どう？ありありあり。ペペロンチーノ使われた。便利です。そう、はい、食べ終わりました。はいはい、はい、いや、怖っ。これ選んで食べて、一口で食べてください。いっせーのーね。おいしい。うん、おいしい。あ、じゃあ、当たり引いたかも。決めた、せーので。あ、そっち行こう。辛い。辛しい。辛い。あ、辛しい。わさび。え、そう。アギョンティ、アギョンティ。わさびか。じゃあ片付けよろしくお願いします。はい、やります。お願いします。次は勝ちます。やった。第1回でもう。確かに、うん、いや緊張してました、うん、してた。なんかもうオープン、なんかもうもうオープニング見返したくない。恥ずかしいよな。めっちゃ楽しかった。普通でした、うんうん、めっちゃ楽しい。楽しいけど先輩すげーってなったら、いやほんまにすごいよな。やっぱね、うん、前回の最終回のコメントとか見てたら、なんか2人のおかげで、そう、なんかロゴスきっかけになる、なんか好きになるきっかけになりましたとか、うん、めっちゃあったからすごいなって、うん、いや足元にも及ばないですけど、けど頑張りたいなって、まあ、お外ロゴスってちょっと名乗ってるんで、うん、はい、名乗ってるだから頑張りたいなって思いますね。お外ロゴスの由来言ってきますか。そうやな、せっかく。そう、じゃあ1個見ます。何1個見て。ちょっと え、一応2個あって、まあ、シンプルにお外ロゴスで、まあ、外で遊ぶなんか楽しさとか、うんうん、アウトドアメーカーなんで伝えていきたいなっていうのがまず1個、うん、で2個目が、2個目がお外ロゴスの先輩方をそのまま投資するのはちょっと、うん、ちょっと恐れ多いなっていうことで、ちょっとね、こうつけてみたっていう。そう、そう、でも略したらお外ロゴスなんで、私たちはお外ロゴスで、はい、頑張っていきたいです。です。はい、します。はい、でお願いします。